浜石岳は、静岡県静岡市清水区の北東部に位置する標高700ナノメートルの山。東山6の旧有一町での別名が西山。南北に連なる稜線は、去った山と去った峠を経て、駿河湾に達する。1351年12月にこの南側の山域では、足利高氏と、 弟、足利忠義との1ヶ月に及ぶ札田峠の戦いの舞台となり、戦国時代の1568年12月から翌月にかけて武田信玄の軍勢と今川氏真、北条氏政の軍勢との間で二度にわたって札田峠の戦いが行われた。山陸の感謝面はみかんなどの果樹園として利用され、中腹から 上部は杉とヒノキの植林地として利用されている。山頂部は低木林で汗びの群落や草地となっている。山頂部の北側に無断中継塔が設置されている。山頂の東約400メートルの清水区湯谷層934-6に静岡市の体験宿泊施設浜石野外センターが設置されている。山麓の湯井海岸からは ゆったりとした野原の山並みが望める。静岡市シティプロモーションにより、奥地図百選の一つに選定されている。山頂に縁歴があることが、山名の由来と見られている。山域は、新大三期先進予の浜石武総群からなり、上部は、砂岩、歴岩などからなり、下部は、火山採雪岩、泥岩などからなる。山域は、 河川浸食や駿河安沿いの波浪浸食が激しく、大規模な地滑りが繰り返されている。坂本東方からった峠にかけての浜石岳狩猟船の尾根ずいに、南北に連続する浜石岳断層が確認されている。富士山が展望できる山として知られていて、登山やハイキングの対象となる山である。静岡百山研究会により、 静岡の百山の一つに選定されている。花の百名山の一つに選定されていて、山ゆりなどが見られる。南の沙田峠方面から、ほぼ両線図体に山頂に至る。登山道が、東海自然歩道のバイパスコースとして整備されている。山頂には二等三角点と、展望図の石板が設置されている。主な登頂コースを以下に示す。代表的な峠からのコースは、 静岡県版山のグレーディング検討会により、無つき、天候量工事の技術的難易度が、ランク A、体力度が3、1から10とされている。講義で赤石山脈中央連邦の大井川砂岩山系に属する山である。富士山の南南西 32km に位置する。山域の南端にある、札田山との安部となる。 サッタ峠の北5 4トルに位置する。山頂の2 3トル南の稜線上に小ピークの立花山がある。北西の派生する尾根城、北西0 8トルには神馬山があり、その北側に野呂市田宿がある。南山腹にある立花池西に流れる沖津川と東に流れる結井川との分水海となる山。 それぞれの支流と和瀬川の源流となる山で太平洋側に駿河湾へ流れる。山頂の南 2.6km の稜線の直下西側に立花地がある。山域の西側に国道52号が通る。山域の南部を東海道新幹線のゆいトンネルが貫通している。南東三陸に静岡県道396号富士由井線、東海道本線。 国道1号、東名高速道路が通る。山域の東側に、静岡県道76号富士富士宮あ井線が通る。山頂直下まで林道が付設されていて、ハイキングコースにも利用されている。遮るものがない山頂の広場からは、富士山、明日香山海、伊豆半島、田子の裏、駿河湾、三保の松原、赤石山脈、 天使山地など360度の展望が広がる。ウィキメディアコモンズには、浜石岳から眺望に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。